その企業を半分はみ出すっていうことですよね。言い方変えると、半分辞めるっていうことです。辞めるんですね。そもそも企業が企業である限り、企業の発信っていうのはほぼ、受信される世の中じゃもうないっていう認識が僕にはあったから、そのために、じゃあ、企業が企業のままだったら誰も聞いてくれないんであれば、一旦僕が企業のその看板から半分はみ出るしかないなと思った。そうすると、その企業の看板から僕が半身を乗り出して物を言うっていう形を取れば、まだ、その会社の中の人に確実に働いてる人間が何か言ってるっていう、ある種の信憑性は得られるんじゃないかなと思ったわけです。だから僕がずっと、最初から今までずっと心がけてるのは、その企業を半分はみ出すっていうことですよね。面白い。言い方変えると半分辞めるっていうことです。辞めるんですね。辞めてるんです。社員を半分辞める、で社員を半分辞めるっていうことは、僕は会社から半分出てるわけですから、その分世間とは近づきますよね。世間とか、まあ言ったら普通の人と。そうですね。だって半分辞めてるから、で半分辞めてるから、僕は自分の会社のことが、半分客観的に見れますよね。だから、僕が会社のことを言うときっていうのは、会社を半分客観的に見て、発信してるわけですから、広告が嫌われる世の中から見れば、こいつは、自社のことを言ってるけども、ある種の客観性を持って言ってるっていう担保ができると思ってるので、会社を半分辞めるってことを言うと結構ギョッとされますけど、僕は案外、それが、いわゆるこう企業アカウント、あるいは何かの組織に所属してる人が発信する時の、初めのスタンスとしては、僕は悪くないと思っています。